Welcome to ThinkTech Hawaii. こんにちは、ハワイ。A Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm your host, Yukari Kunisue. And joining me today is Professor Yoshiko Okuyama, University of Hawaii at Hilo. She's recently completing her third book titled Soujisha Manga. She's a professor of Japanese studies, and she uses media such asmovies and manga to understand about Japanese society and culture. In this book, she focuses on mental disabilities from a very unique perspective of patients and their caretakers. 皆さん、こんにちは。ホノルルのダウンタウンから ThinkTech Hawaii が日本語でお届けしています。こんにちは、ハワイ。ライフコーチでホストの国瀬ゆかりです。今日の放送は、ハワイ大学ヒロ校の日本研究学の教授、奥山よしこ先生にお話を聞かせていただきます。奥山先生は、日本の文化、社会を映画などのメディアを通じた研究を長年されてきた方ですが、今回のリサーチと著作は、日本の漫画家たち、特に精神障害を持った漫画家たち、アーティストたちにインタビューをされて、当事者視点という観点から、精神障害を見直そうという大変ユニークな試みです。奥山先生、ヒロからのご参加ありがとうございます。はい、今回はご招待いただいてありがとうございます。はい、ヒロもなかなかどうでしょう、コロナがこう心配で閉じ込まれているような状態でしょうか。そうですね、だんだん深刻になってきましたね。はい。ではそれを吹き飛ばすという感じで先生のご研究を少しお話を聞かせていただきたいと思うんですが、まずこの当事者視点、特にその本のタイトルが英語の本にもかかわらず当事者漫画っていう名前になるんですね。そうですね、はい。当事者っていうのは、はいはい、当事者っていうのは、まあ、いわゆる精神障害者っていう言葉よりももっと含みがありまして、でいわゆる自分、その障害者自身 のニーズとか、そういうのを強調するための、自分たちを語るための言葉なんですね。それで、自分たちを精神障害者と呼ぶより、当事者というふうに呼ぶ。で、この当事者っていう言葉は、本当は精神障害者だけでなく、いわゆるマイノリティの方、今まで、自分声を大きくメディアとかに放送で伝えられなかった方々 の総称でもあるんですね。当事者というとなんかこう事故に遭われた当事者とかね、被害に遭われた当事者なんていう時も使いますが、そういった含みがあるということなんですね。はい、もともとはそういう意味で、裁判とかでね、使う言葉だったんですけども、はい、そこから発展しまして、いわゆる精神障害者とか何々者っていうとちょっとこう偏見とかのですね、が含まれてますよね。そういうのをなしにした、ですね、言葉ということで、なるほど、はい、わかりました。はい、でその特にその当事者も漫画家で精神、障害のある方、ディサビリティということで、そういった方を特にこう選ばれてインタビューし、それについてのご研究をされているということですね。はい、はい、そうなんです、はい、とてもすごくユニークだと思うんですが、こういう研究されている方っていうのはやっぱり日本ではいないと思うんですが、いるんですか、やっぱりアメリカもいるんですか。ですね、実はその当事者が描いた漫画の量っていうのはすごい日本は今増えてまして、それにもかかわらず、それにもかかわらず、その当事者の目線で描かれている、はい、精神障害とかをテーマにした漫画、量が多いにもかかわらず、それを、はい、中心にした研究っていうのが、まだ進んでないですね。でアメリカでは既に、当事者っていうか、その自分の、なんていうかしょ、オートバイオグラフィカル漫画っていう、コミックっていう、こういう本とかもすでに出てまして、でそれでは、なんていうかしら、逆にアメリカで出てるその当事者漫画、私が思う当事者漫画っていう量はそんなにないにもかかわらず、
本として研究の本としてはそちらの方が進んでいるような気がします。ああ、なるほど。じゃあ日本ではその実際に当事者が書かれた作品はたくさんあるけれど研究があまりない。アメリカの場合はその作品自体はそんなに多くなくてもそれを研究している、まあ、研究の本っていうのはなんかだいぶあるようだと、そういうことなんですね。結構研究されてると思います。はい、でそこがやっぱり日本 の、 あの、はい、その当事者漫画をに脚光を浴びて、あの脚光が浴びてないっていうのがそこがちょっと、うん、あの穴というかですね、はい、そこを研究して、はい、埋めていかないと思いまして。なるほど。はい、先ほどもちょっとお話しさせていただいてたんですけれど、私が覚えている最近の映画では、あの連れが鬱になりましてっていうのは映画になってね、大変有名な、はい、皆さん見た方もいらっしゃると思うんですが、あんな感じがやはり当事者または、まあ、介護の当事者ですよね、その方が作られた作品を元にしている映画と。はい、あの漫画元になった、あの映画の元になった漫画はその、はい、その連れがありましたっていうなりましてっていうのは、うん、あのうつ病のことですよね。で、はい、あの同じうつ病の漫画でも田中圭一さんの、うつ抜けっていう漫画とかも出てまして、それもかなり、はい、それもかなりすごい人気があった漫画なんですね。でそういう、うん、あのいわゆるあのたくさん読まれてる漫画または、うん、あのまだ読者にも気がつかれてないけれども、あの斬新な見方で、精神病、例えばですね OCD、強迫性障害とか、あまり日本ではまだ、はい、あの調べ研究されてない分野なんですけどのようですけど、それを元にして、その体験を元にした漫画とかそういうのを選びまして、はい、でその作者に、インタビューさせていただいたんです。じゃあその、まあそのまあ、ディサビリティ障害がない方が書かれた漫画と障害が、まあ、ある方当事者またはその家族が書かれた漫画っていうのに大きな違いがあるということになりますか、それともどこが、まあ、ポイントなんでしょう、当事者の書いた漫画と。はい、あのポイントはやはりあのもちろんあの当事者になってもあの当事者体験を語るということは可能は可能なんですけれど、ただ自分自身が痛みを経験してない場合とか、またはすごい客観的にそれを見てしまって、いわゆるあの障害っていうものがあの前の作品でも私批判したんですけども、いわゆる障害をあのプロットの一部として、要するにあの話をですねドラマチックにするとか、あの涙もうあのね、涙をその感動を誘うようなあの、うん、そういう意味でのねあのプロットとして使われるっていう風になっちゃうことが多いわけですよね。ただ当事者は、はいはい、あの当事者はもう自身あのご自身辛い経験をしているわけなので、もちろんそういう風には書かないし、あと、うん、あの非当事者、要するに当事者ない人たちに見えない、また経験できないような、はい、あのこともかあの語られているわけで、それがやはりですね、あの、はい、大きな違いになると思います。なるほどですね。やはりその今おっしゃいましたけど、痛みっていうのはやっぱり人の痛みは1000年我慢できるって言いますけど、まあ、それをそのテーマとして題材として使うっていうのと、やっぱり自分の体験としてそれを作品にするというのでは、まあ、すごく似て非なるもので大きな差があるかなと今お聞きしてて思ったんですけれど、はい、そうですね、はい、で先生はですね、はい、あ、うん、はい、どうぞどうぞ。それからもう一つ、はい、やはり終わり方がですね、はい、例えばその障害っていうのをドラマチックなにするその要素として使われた場合、例えば悲劇で笑う、はい、終わるとかそういう風になってしまうと思うんですけど、はい、あの当事者漫画、特に私が選択した当事者漫画っていうのは、やはりその体験を乗り越えた方々というかですね、あの自分 の、 その知恵とか、はい、あの個人的な対応策とかそういうのもすごく、はいはい、あの読者のためになるような形で書かれているわけなので、あの学習の意味でもすごくいいと思います。ただの、ね、お話、あの悲しい涙もボロボロのお話じゃなくて、あの、ね、勉強になる、いろんな知識、情報を得られるね、そういう事件もあるんですね。なるほどですね。あのじゃあ
その日本でそんなに作品があるのに研究が出ていないというところはどういうふうに見られますか？なぜなんでしょう？ですね、もともとその当事者漫画の作品が出ているの分野がエッセイ漫画という、要するに事故の体験を語ったっていうですね、そういうエッセイ漫画というジャンルなんですけど、そのジャンル自体が、なかなかその漫画学の研究者の方々に直接 の視点を浴びてないというか、そればっかりの研究をされている方が少なくてですね、でまだこれからの分野だと思います。なるほど、なるほど。今その研究をされて、今5本をまあ書かれていらっしゃるわけですよね。で出版はいつになる感じなんでしょうか？そうですね、出版社それぞれのスケジュールとかもあるので、私も言えないんですけれども、例えば学術出版、大学の出版とかはすごく審査とかもあるのでね、私の本も2017年に最初の原稿を書けていたのいたんですが、それからいろいろと書き直しとかコミッティとかそういう審査とかいろいろあって、結局こう出るのがこの5月っていうかぐらいになってしまうので。それは2冊目の5本の話ですね。そうですね、はい、この3冊目はいつになるか分からないと、ちょっと今のところ多分3年くらい、この先3年くらいかかるんじゃないかと、2、3年は、はい、覚悟してます。分かりました。出てくるのが大変楽しみという感じなんですが、これは日本語でお書きになるご予定はないんですか？最初は英語です。はい、なるほど。ということは、じゃあ研究者のためもありますが、将来的には例えば学生さんにこれをこう何ていうんですかね、研究資料または勉強の資料みたいな感じ、日本研究学のですね、そういうふうにお使いになるということも考えていらっしゃいます？そうですね、学生に読んでいただいたい、学生の方々に読んでいただきたいというのと、はい、あとまたは、はい、そういうメディアの授業をなさっている教授の方々にもね、読んでいただきたい。精神、心の病っていうのは今大学キャンパスでも大きな問題、はい、トピックですよね。それでうつ病なり、うつ病なり、そうですね、イーティングディスオーダーとか、はい、そういういろいろな悩み、病を経験することが、はい、多いと思うんですね。ですから、そういった今実際に体験してなくても、いずれ自分にかかってくるかもしれないので、精神病に精神障害を持っている人を他者とかっていうふうにね、取らないで、要するに自分と同じ一線上でつながった自分も生きたなるかもしれないし、またこういうコロナ、はい、新型コロナウイルス の感染なんか広まってストレスが高まった時 に、はい、私たちも、ね、精神的にやられてしまうということもありますよね、はい、ですから、はい、彼らの人たちの病気とかじゃなくて、自分たちにも、はい、かかってくるかもしれないということで、知識として身につけていただきたいと思いますね。なるほど、確かにそうですね。自分はならなくてもというふうに思ってらっしゃる方は多いかと思いますが、家族、介護の当事者というのはやっぱりとてももっと人口が増えていくと思われますので、それはとてもいい視点ですね。で、漫画ですと読みやすいというところもあって、それを読んで、役に立つ。で、またそれをどういうふうに研究につなげていくかというところが先生の著作と、リサーチの大事な点だと思うんですけれど、ちょっとここで少し、はい、お休みをいただいた後にですね、先生が具体的にこういった、日本学の先生でいらっしゃって、このお話をされた、勉強をされたという、その何ですか、原因というか、大元のところをちょっとお休みの後にお聞きしたいと思います。はい、はい、日本語でお届けしております。こんにちはハワイ、ここでちょっとお休みをいただきます。こんにちはハワイ、ジャパニーズシリーズ、I think they're Hawaii. We are about to take a little break here and we'll be right back and continue our discussion with Professor Okuyama.
Aloha, I'm Dayla Yanagita, one of our hosts of our Business in Hawaii talk show on the Think Tech Hawaii. The theme of Business in Hawaii is to share with you stories of local businesses by local people. And our guests share with us their journey to building a successful business right here at home. We are streamed live on Think Tech weekly at 2 p.m. on Thursdays. Thank you so much for watching our show. I am Dayla Yanagita, and we'll look forward to seeing you then. We are back from break. I'm Yukari Kunisue, your host, and this is Konnichiwa Hawaii. Talking with Professor Yoshiko Okuyama in Hilo, Hawaii. Live でお届けしております、Think Tech Hawaii の日本語番組、Konnichiwa Hawaii。今日はハワイ島のハワイ大学ヒロ校にいらっしゃる日本研究学の教授でいらっしゃる福山よしこ先生にお話を伺っています。それでは引き続きよろしくお願いします。それで先ほどその大元のところっていう話をちょっとさせていただいたんですけれど、これはまあ日本研究でもいろいろな分野があると思いますが、なぜその精神障害、そして当事者というところを研究してみようと思われたんでしょうか。まずは最初、その前の作品でですね、身体障害者の研究をしてまして、それでその作品の最後のチャプターが、ちょうど当事者の書いた漫画のを作品を入れてまして、そこで当事者っていう言葉に出会って、それでもうちょっと当事者が書いた漫画っていうのを自分ではもう探していきたいなっていうか、検索していきたいなと思ったんですね。で、その次にたまたまなんですけれども、NEH というナショナルエンドーメントフォーヒューマニティっていうのがあるんですけど、そこの機構で、アメリカの機構なんですけど、機関なんですけど、そこで援助金いただいて、世界の障害学の歴史というのに出させていただいたんですね。で、そこでいろいろ学んだ中で、まあ、身体障害じゃなくだけじゃなくて、その精神障害っていう歴史っていうのも、またすごく奥深くて、で、興味深いなと思いまして、で、ちょうどそれを持ってた時に、同じ年に、私もうちの母が、精神障害で、いわゆる OCD、強迫性障害っていうんですけれども、それで、ずっと、大変だったので、まあ介護者として、NAMI というナショナルアソシエーションフォーメンタルエムっていう、それのクラスに参加したんですね。で、そこでいろいろと自分の介護者としての経験とか、または子どもの頃にですね、辛かった思いとか、そういうのも振り返って、じゃあたまたまこうずっとなんか目に見えない力にですね、引きずられていくような感じで、これ研究にしちゃおうって。なるほど。思いまして。ということは、奥山先生ご自身も介護当事者として、大人になってからだけではなく、お母様ということなので、子供の時から、介護の児童だったっていう、そんな感じの背景がおありだったわけですね。そうですね。なんか物心つく頃にもうすでにうちの母が、その病気で寝込んだりしてたので、ご飯も食べられない時もあって、それで、お金とか自分で使えるようになって買い物できるようになったらば、その外で買い物するのを私と父がやってたし、そういう意味で、いろんな面で、なんていうかしら、うちの母の面倒を、小さい時から見る、一人っ子なんでね、それを やらされてきたっていうのがあって、それで、うちの母がアメリカに来て、それでずっとその後介護もしてますし、うちの父が亡くなったのでね、でその後ずっとやはり一人で生活するのは精神障害があると難しいのでね、で私がずっと介護してきてということで、はい、そういう体験。先生はその漫画は
お書きにならないけれど、そういった体験を研究につなげるという感じになったわけですね。実はですね、はい、昔大学の時に漫画家になりたかったんですね、はい、やっぱりそうなんですかそうだったんですね、なり損なったので今、はい、リベンジ、じゃあ研究に行きましょうということで、ちょっとじゃあ今ここで、いくつかお写真を見せていただきたいと思います。 Let's、take a look at some pictures。 これはどういったあの方々なんですか。はい、この女の方、メガネかけてる方は白水貞子さんっていう漫画家なんですけれども、はい、彼女 の、 あの、はい、その私の隣にいるのが彼女の旦那様 で、 で、はい、旦那様はあの OCD、 その強迫性障害っていう、あ、お母様の持ってらっしゃった病気と同じ、はい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 、それ の、 たあ の、 その経験をですね、はい、漫画にしていらっしゃるんですよね。でこの作品は当事者と当事者、当事者介護当事者ですね。そうですね、彼女 は、うん、はあの立場的には介護当事者になるんですけども、主人公はこの旦那様、はい、あのなの で、 でその旦那様がいろいろとあの OCD で大変なところを、うん、あのコミカルにですね、うん、あの物語なるんですけど、はいはい、なんていう漫画を描かれてるんですか、 OCD。 はい、この漫画のタイトルはうちの OCD というんです、ね、うちの OCD、 はい、うちの連れじゃなくてうちの OCD ですね。わかりました。はい。じゃあ、next one, please。これは何をされてる先生、教えてらっしゃるところですか？これはですね、実は、私も障害学が自分の研究の一つなので、それで、はい、その関係もありまして、ずっと手話を勉強しているので、で、これが、ヤローデッド大学で、はい、手話の、ワシントンですね。発表会という作品ですね。手話の発表会、はい、いろんな方面でいろいろ活躍して、はい。で、Let's look at the next one。はい、この写真はお母様ですね。はい、息子さんですね。あのハワイの方らしくいい色に焼けてらっしゃる。おばあ様とちょっと似たところがありますね。そうですか。はい。じゃあこれはこの写真はお父様が亡くなられた後にお母様を引き取られてハワイの方に、そうで、ね、でまあ、介護を続けていらっしゃる、まあ、そういう時のお写真ということですね。そうですね、はい、はい、Next one。 はい、これは日本の写真ですね。そうですね、これは前の研究の時なんですけれども、障害児、要するに発達障害と日本で言ってるんですけれども、はい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 、発達障害 の、 子どもたちをですね、療育の援助をするためのセンター で、 でそこを見学させていただいたんですね、はい、で今回の本にも発達障害 の、 作品を載せてますし、はい、この例えばガキのため息っていうんですけども、ちょっとじゃあ画面の方にこう画面カメラのところにこう前の方に見せていただいていいですか。そお顔の上ぐらいかな、 そんな感じ、はい、はい、何ですか。はい、ガキのため息、ガキのため息、はい、はい、起きたばっかりっていう漫画家が描かれた、はい、あの作品なんですけど、これもまた面白くてギャグ漫画風 で、はい、で彼女は発達障害の当事者なんですね。で当事者で、はい、体験を語るというね、すごい人気のある漫画一つで、はい、わかりました。いっぱい読んでらっしゃるんですね、漫画好きで、漫画の研究ということで。当事者漫画系はもう60冊以上読みましたね。60冊も今すごいですね。はい、Do we have one more picture here? はい、これなんか楽しそうな集合写真ですが、はい、これは先ほど申しました、NEH というナショナル、はい、エンドーメント・フォー・ヒューマニティっていう機関 の、はい、はい、その世界の障害学の歴史を学んだところです。で、ここにの参加者は、実際に障害学を研究 されている方々 で、うん、いろいろと交流をしたり、はい、先生方をですね、障害学の本を書いた人たちを呼んで講義をしてとか、はい、そういうことを経験させていただきました。なるほど。でもそういったこうグループに参加したりすると、
それで研究したり、まあ、漫画をずっと読まれたりしてるよりも、もうなんか励みになりますね、そういったグループの中にいるということは。そうですね、あの講義に来てくれた先生方が一人、ずっといろんな話をして、はい、相談に、自分の書きたい本とかの相談にも乗ってくれるんですよね。それから、いろんなアドバイスもたくさんいただいて、それでその NEH の、はい、それに参加してる間に実は、本のプロポーザルを書いて2つの出版社に送ったんですよね。そしたら両方ともぜひぜひということで、はい、それでうまく、まあ、選んだのはパルグレイブ・マクミランっていうところなんですけど、はいはい、その出版社と、アドバンスコントラクトの契約も取れまして、それで、はい、すごいですね、トントンですね、本当にね。いや本当に NEH のそれはおかげだと思います、でも先ほどおっしゃったようにやっぱりいろんな土壌があってそこに関心があってこう一つにまとまってきたっていうような感じがお話聞いてるとしますけれど、そうですね、なんか目に、はい、先ほども言ったように目に見えないなんか力に引っ張られていくような感じで、はい、でも本当に大事なあの研究だと思うんですね。だって私はあの英語でそれを全部読めるかどうかちょっと自信がないんですが、日本語または漫画の形式になっていたらぜひ読みたいと思いますが、そういうご計画はないんですか？ありがとうございます。実はですね、これを書きながら、はい、大半の、参考書が、参考書っていうかその自分 の情報を得てるのが、はい、日本語で書かれてる研究書、はい、研究論文なんですね。なんで自分の頭の中で、はい、トランスレートして翻訳して英語の書き出してるんで、はい、今回日本版にするのはその逆やらなきゃなんない。なるほどなるほど。本当だったら日本語で研究しながら日本語で書いちゃった方が早いという感じがしないでもないですが。そうですね、それもありますけど、一応アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリス、そこで の当事者関係に近いような、まあ、マーススタディとかあるんですけど、うん、そういうのも入れてますので、はい、一応ちょっとクロスカルチャー的な風になってますね。はいはい、やはり英語で書いておくと、ね、やっぱり読む人口が日本人だけではないということで、はい、とても大事だと思われますね。はい、それともう一つ先ほど申しましたように、英語ではそのオートバイオグラフィカルコミックスっていうふうに、はい、いろんな本出てるんですけど、はい、日本語ではそうです、日本の漫画をの特にその障害、精神障害に関する、うん、当事者漫画っていうのに、はい、のあいう本本が出てないので、その、はい、それを埋める意味でも英語で書きたいと思ってますね。はい、はい、もうすぐ完成ですか、本のその原稿の方は。いやいや、まだ遠いです。まだ暗闇のトンネルの中です。トンネルの中にまだいらっしゃる、はい、でもまあでもすごく本当にユニークな大事なお仕事だと思います。研究、初めてこの話を聞いた時にもぜひ続けていただきたい、大事だなっていうふうに思いまして、今回やっと先生のお時間を取ることが、取らせていただいて、こういった番組に出場していただけて本当に幸せでした。ありがとうございます。こちらも声で、はい、はい、そろそろ時間が来たようです。奥山先生、今回は心身障害を当事者視点で見直すという、まあ、大変大切なご研究をされているということで、そのリサーチが終わり、今著作に入っていらっしゃるということで、完成が大変楽しみです。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、OK, we are out of time. This is, Konnichiwa, Hawaii. Thank you so much, Professor Yoshiko Okuyama. And we will be bringing more Japanese shows. And I know people are indoors now and confined because of this situation here. But we have online connection and we are not isolated. We can connect each other through ThinkTech Hawaii and Konnichiwa, Hawaii.And we'll see you again soon. Thank you for watching.